あの、なんていうんだ、露店がいっぱい出てんだけど行った？なんか露店、なんか裏ってどのあたりだったんですかね。神社があるの。あ、神社の方行ってないですね。そっちに売店があって、いろんな。あ、そうなんですか。うん、次回行った時に。これ今ね、支柱、うん、してあったのをと外したわけね。うん、すごい根っこが。で、根っこが壊れるでしょ。うんうんうん、この根っこを今度外して、うん、これを根伏せを取るわけ。あー、面白くなりますね。こういうふうにね、途中の根っこ外して、うん、で、ここで今度根っこを切って、うん、で、今度これで出るかどうかわかんないけど、他が芽が出ると、うん、次第だからこういうのができる。あー、面白いです ね、 ね、うん、それをだから植え替えの時のまた楽しみの一つなのね、うん。この根を使うのはどういった根を使った方がいいですか？やっぱり曲がりが面白いのがいいんじゃない？松の根よりは。うん、でただ鉢で長く持ったんじゃ、うん、鉢の周りをぐるぐる回った感じが出ないわけね。うん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 、それがやっぱりこう曲がりのなるべく面白い方のところを根伏せした方がいいと思うのね。うんうんうん、ほら、こんなんか面白いじゃん、ほら。ああ、面白いです ね、 ね、うん、これを取るから、うん、え、しだれ桜もあの寝伏せができるんですね。桜は一応みんなできるけど、うん、継ぎ木をした種類のやつは根取っても段位だから。あ、だからそこのところをね、これは挿し木だから、うんうん、下までこれと同じ種類だから根っこ取っても、うん、これと同じようができるわけね、うん。じゃあ買うときにここの根のところを、これは挿し木ですか継ぎ木ですかって聞くんだね、うん。ほら、こんな曲がった。あ、面白いです ね、 ね、これ芽が出ればだよ、うん。あ、やっぱりあの根伏せでも桜の場合は難しいんですか？いや、本当はね、うん、もっと早い時期にやんなきゃいけない、根伏せは。で、今寝伏せでもう今年やって出たやつがあるから、あと、うん、写真撮ってて、うん。本来だったらいつぐらいがベストなんですか？1月か2月だね、うん。ってことはね、うん、ここの根っこね、うん、これはもう今の時期だと上に養分と水分をあげるっていうもう試作をしてるわけ、うんうんうん。ところが早くにこう切られると、うん、このね、生きようとするから、うん、芽を出そうとこの木が思う、うんうんうん、ね、うんうんうん、だから出やすいわけ、うん。ところがもう、そのなんていうの、上水分だけをあげればいいやっていう風になってからやったやつは、うんうん、どうしても芽が出にくいわけ。うーん、じゃあ休眠期に行った方がいいってことなんですね。そうそう、うん、それは桜だけ。いや、寝伏せはみんなそういうことが言えんじゃないかな。じゃあ本当に寝伏せをやるんだったら休眠期の期間にやった方がいいってことなんです ね、うん、ね。細かい仕事は眼鏡をかけなきゃ分かれへん、うん。これ挿し木からやってどれぐらい経ってるんですかね、これ。うん、10年近く経ってんじゃないの。そうですよね。やっぱ面白い形の、だから仕事の中ではこれは面白い仕事の人だよね、うん。どんなのが根っこが取れるかな、うん。で、芽が出ればね、うん、また面白いのができるかなって、そういう話。こういうふうに。あー、素敵ですね。で、うん、根っこだから全く同じっていうのができないわけ、うん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 、だから面白みがあるわけね、うん。で、どっちみちこれは植え替えの時は根っこを切るから、うん、こういうふうにね、根っこを取れるものは取って、うん、
で根っこをいっぱい取っちゃったから、うん、あんまり根っこ切ると今度根っこがなくなっちゃうから、うん、数的には20本ぐらいですかね。もっと少ないですかね、根伏せするに根っこ、うん、取っていい塩梅。鉢によって、うん、あのやっぱりいろいろだね、うんうん、いっぱい取るのもあれば、あの面白くない根っこばっかのもあるし、うんうん、でこれで今度これに植えるんだけど、うん、根っこが切ったでしょ、うん、根っこ切ったから上もできたら、うんうん、切っていくんですね、うん、切るわけね、うん、で切るときに、うん、こうしだれたから、うん、どういうふうにしだれたら面白いかなってことを考えて切ってもらうわけ、うんうんうん、で例えば、うん、ここ、うん、このすぐ後ろと重なってるんでしょ。重なってますね、はい、そしたらどっちがいいかなって考えて一本取ってもらうわけ、うん、こうずっとこの枝が生きてくるわけね、うん、あれしだれって基本一応正面ってあるんですよね。うん、あるよ。今日はみんな正面があるよ、うん、でこういうふうにして、うん、枝がしだれる枝が生きるように切ってもらうわけね、うんうん、それからここ見て、うんうん、同じとこから2本出てるんでしょ。はい、2本出てます。そうしたら上のを外した方がしだれが、ほらこの枝の方がしだれて見えるじゃん。あ、そうですね、下に向いてます ね、 そしたらこれを外すとほらしだれになるじゃん、うん、なってます ね、 ね、うん、そういうふうに考えて、うん、あの切ってもらう。それからこの枝、うん、あ、ありますね、この枝ね、うんうん、この枝は今度植えた時にこのほら 右、うん、右の上へ来ちゃうわけね、うんうんうん、だからこれは取ってもらうわけね、うんうん、こういうふうにいらないのからいらないのから取っていくわけ、うんうん、それからここね、はい、これ2本あるでしょ、はい、そしたらどっちか1本にした方がいいわけね、うん、じゃあ2本生えてるところは1本に、ね、うん、できたらそういう風にした方がいいかもね、うん、それからこれ、うん、ここ行っちゃってるんでしょ。ああ、行ってますね。だからここじゃほら混み合っちゃうじゃん。うん、そうです ね、 ね、うん、だからこれはできたら外した方がいいかなと、うん、まあね、こういう風になるとすっきりするんでしょ、うん、でここもほら2本あるからどっちか外して、うん、剪定し終わったこの枝のところはやっぱカットパスタとかやった方がいいんですか。いや、その太くないから大丈夫だよね、うんうん、よくほら、あ、桜は腐りやすいって言うじゃないですか。で大丈夫だ、このぐらいのは、うんうん、で、大体こういうふうにほら枝が大体決まってくるでしょ、うん、そうしたら、うん、長く伸ばしたいところとあんまり長くの伸ばさなくてもいいところがあると思うの、うんうんうん、それは自分で決めるんだけど、うん、長く伸ばすところはなるべく短めに切る。長く伸ばすところは短めに切る、うんうん、と芽がいくつもないから、うん、新芽がガーッと長く伸びるわけ。うん、それ芽をいくつもつけると枝をいっぱいつけると長く伸びないわけ。へえ。じゃあ今のうちに長くしたいところは、うん、2芽か3芽で2芽ぐらいで、うん、うん、とこれこう植えた時にね、うんうん、こっちへなびいてんでしょ、うん、こっちへ、うん、なびいてます ね、はい、そしたらこっちを長くした方がいい感じがいいわけ、うん、こっちは長くしようと思っても鉢のところで止まっちゃう。あ、確かにそうですね。あ、そうです ね、 ね、はいはい、でこっちは鉢から外へ枝が出てるから、うん、いくら長くしても台がある
いいわけね、そしたら切るときに、こっち側はなるべく短めに切っておくわけ、普通反対に思うでしょ。確かにそうです ね、 ね、うん、そしたらあの逆だから、だからなるべく鉢からこぼれる方はなるべく枝を短めにしといて、そして鉢の上に行っちゃう方はなるべく長く切ると、切るときにね、そうすると枝がいっぱい出るから長く伸びないわけ。わかるかな、言ってることが。短く剪定したところは来年になったら、その今年を、今から出る新芽が長く伸びるわけ。伸びてくってことですね。枝が少ないからね、で枝が多いところは枝がいっぱい出る代わりにあんまり長く伸びないという、わかりますか。はい、桜は今ぐらいにこの梅と同じように花が咲いてるうちに、花が終わったらすぐやった方がいいわけね、とあと植え替えも一緒にやっちゃった方がいいんですよね。そうできたらね、だから植え替えはまあこういう大きい鉢だったら 2,3 年大丈夫だけど、小さい鉢の場合には根が回っちゃうから、あの毎年やらないと、今度夏の水やりが大変になってくる。ああ、根腐れしちゃうんですね。いや、もう水が乾いちゃってしょうがないの、植え替えないと。だから植え替えをやって、やった方がいいわけね。で、大体さっきと比べたらどう？枝の数がすごい減ったでしょ。あのさっぱりしましたね。で、なんか樹形の形が、枝が出たら、さっきより賑やかになってくるわけ。なんかちゃんと樹形の形が本当に、見えますよ ね、 ね。面白いですね、こういう形もね。これはどれぐらいのサイズの鉢なんですか？これ？想定して鉢を組めなきゃいけないわけ。だから葉っぱのない時に27センチ。27センチ。9号鉢だね。だから芽の葉っぱのないものは、葉っぱが出た時のことを想定して鉢を選ばないと。だから葉っぱがない時にちょうどよくいい鉢に入れちゃうと葉っぱが出ると鉢が小さい感じになっちゃう。これはいろいろ混ざってますね。はい、軽石とかね。これは本当にあのさっきの雑器類とは違った土なんですよね。まあ大きい小さいあんまり関係なくみんな同じだけどね、植えるのはね。でこうして、真下に入るようにかなり高くしなってんでしょ。してこう最後にこう振っていただく。ああ、振るんですね。ね。道路がいっぱいいるんだよ、大きいやつは。そうですよね。大変ですもんね。そしたらもう土を入れるときにどの辺が、ほら泥が入ってないところとかあるでしょ、それをよく見といて、それで泥を入れてもらわないと、小さいのと違ってね。なんかありましたよね。そしたら、
橋じゃなくて、うん、私の場合はね、うん、ないところをこう思い出して指をこう、大きいものについてお兄さんそうなんですか。いや橋だって構わないんだけど、うん、指のが間違いなく感触っていうか感覚で分かるわけよ、うん、どのぐらいどのぐらい入っていくか、うん、だからもうほら、あー本当ですね、固定されてます ね、うん、で指でやると感覚で、うん、どのぐらい入ったかなっていうのが分かるわけ、うん、感触っていうかなんあれで、ね、ベテランのもうですね、商品じゃまさか指ってわけにいかないから、まあ全部が全部じゃないけどね、うん、もうほらあんまり入んないでしょ、うん、それで鳴らしていくんですね。こっちで植えてるってことはこっちと用途が違うわけ。あ、そうですよね。大きい盆栽はこっちでやるんですか。いや、そうじゃなくて配合が違うから、うん、大きい小さいにかかわらず、うん、あ、木の種類によってその土の配合を変えてるってことなんですね。そうね、うん、本当は、うん、コテっていうのがこういうコテ、うん、うん、盆栽の方の道具なんだけど、うん、でちゃんとしたコテは、うん、こちら側がこう、ま、あいくらこう R があるわけ、うん、でこっちはまっすぐなわけ、うん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 、でこの先がまたいくらか違うんだけど、うん、で丸い時に R のある方でこう押さえていくわけ、うん、R がある方です ね、うん、そうするとほらこういうふうに、あ、土が本当馴染んでいってますね。馴染んで下に沈んで、うん、普通は普通の人は、うん、コテなんて持ってないから、うん、じゃあなんでやるかっていうと、うん、ピンセットの後ろがこんなってでしょ。ありますね、ありますね。これ何に使うか知らないでしょ、みんな。あ、確かにそうですね。これはこれをこうやるためにあるわけ。あ、本当だ。ね、うんうんうん、だからこれこのコテの代用品ってことね。あで、こうピンセットでこうやって押さえていく。うんうん、まあ商品なんかも本当はこうやってやるんだけど、うん、まあ数があるから、うん、なかなかやんないんだけど、うん、こういうふうにやるとこういうふうに落ち着くわけね、うん、で鉢の縁がいくらこう、うん、へこみましたよね。で鉢っていうのは、うん、釉薬かけるときに、うん、ここにかかってるでしょ、はい、これはこの縁をほら泥を下げた時にこっちの同じ色が出る。うん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 。ね。うん。うん。こっちの端。ここへ、うん、うん。ここへ癖がかかってるのは。うんうん、まあ普通はあの釉薬かける時には、うん、まあ機械でやるときは別だけど、うん、手作りの場合には、うん、こういうふうに空気が入らない指でこうやって、うんうん、で釉薬の中につけるわけ。うん、ちょっと空気が入ってるからいくらここに空気が残る。うん、
ああそういうことなんですね。ね、うんうんうん、それで。それで、うん、それは残った方が、うん、木を植えた時に泥がここまで行った時に、うん、ほらこれが見えるよりは湯がかかった方が綺麗じゃん。ああそうですね。うんうん。だからみんなこういうふうにしてやっても、うん、ここにほら薬がかかってるから。ああ釉薬がかかってるから見栄えが良くなるってことですね。うんうんうん、だから、うん、ピンセットはなんかみんなピンセットは持ってると思うから、うんうんうん、でこういうふうに押してもらった方が出来上がりが綺麗ですよ、うん、あと水やる時もやっぱり跳ねないくなる、うんそうだね、予防もできますよね、うん、ただ買ってもどうやって使うか分かんない人も多いんだよね、うん、ああそうですよね、うんあ、その麻紐はちょっと太めなんですね。それでこれかけるときに、うん、ここにへこみがあるんでしょ。あ、ありますね、はい。このへこみのところに麻縄がいった方が麻縄が長持ちするわけ。うん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 。回すんですね。これ4箇所開いてるんですね。だからそれは鉢の種類によって違うから、うんうん、たまたまこれはね、うん、4箇所こうなってるから、うん、こういうふうにやっとあの平均にかかるし、うん、麻ひももう直接ほら下当たってないから、うんうん、長持ちするね、うん、さっき持ってきたボサボサとは全然違った感じになったと思うんで。本当ですね。なんか樹形の形がはっきり分かりますよね。ね、これ根伏せですよね。はい。これこういう形って自然にできないじゃないですか。これ針金かけたんだよね。あ、針金かけたんですか。うん、はい、これで大体出来上がりですね。ね、はい、正面は。どの辺ですか、ね、この辺ですか ね、 ここね、はい、あ、すごくいいですね。やっぱりだから目がこのぐらいになった時に植え替えるのが一番理想的。あ、これぐらいの目の時に植え替えるんですね、うんうん、まあどの木でもそうだね、うん、目が動いてきたっていう時には一番いいかもね、うん。